キャン運転は滞りなく進行中です。皆さん、こんにちは。今回も森渡りのビデオをご覧いただき、ありがとうございます。この動画は、宇宙サンドボックスゲーム、スペースエンジニアの関連動画です。今回は、拡張可能なストーン発電機について解説します。以前よりバッテリーを生産することによって、 発電しようとするアイデアが存在していましたパトリック・ハンセン氏の動画に感銘を受けたのが私の開発の始まりです概要欄にリンクを貼っておきます水素発電はアップデートで水素タンク容量が3倍水素エンジン効率が2倍に改善されていますが発電に必要な資源についてご自身で数値計算をしたい方は彼の動画で詳細に検討されていますので参考になると思います 私の仕事は稼働部をなくすこと希望の出力に応じてカスタマイズしやすい構造にすること皆さんご自身がスクリプトの一部だけを編集してそれに対応させられるようにすることですそして最後に拡張手法や運用の手法についてこのビデオにまとめることで完結します最初に原理を説明して次に使い方とカスタマイズ方法最後に 運用の注意事項を説明しますまずは原理ですサバイバルモードでは現在バッテリーは30%充電された状態で作成されますそして解体者に充電状態にかかわらず部材の一つであるパワーセルがスクラップメタルに変わり他の部材は回収されますそこでこのシステムは無人像に存在するストーンからパワーセルを生産しながら バッテリーを再建し続け発電機として利用しようというものです氷の採掘による水素発電と比べてみましょうラージタンクに蓄えた水素とラージカーゴに蓄えたインゴットで重量あたりのエネルギー密度を比較するとゲームの設定でアセンブラ効率がデフォルトである3倍の時水素が約1.5倍有利10倍の時は逆にストーンが約2倍有利になります以前は 圧倒的にストーンの方が有利でしたが水素の重量効率が改善され大体同じ水準になりましたただし重量ではなく容器の数ではデフォルトでもストーンが5倍有利ですつまり保管に必要な体積では圧倒的な優位性があります普段からストーンを採掘する大型船や採掘基地はこのシステムがあればエネルギーのためだけに氷やウランのある場所へ アクセスすす。る必要がなくなくりますでは次に使い方ですまずセーブデータの詳細設定でインゲームスクリプツを許可してくださいスクリプトを含むシステムとしてブループリントを提供しますので設置していただければ動作しますただしラージとスモールのブロックが含まれるのでプロジェクターを使って一度に組み立てることはできません まずはセーブデータを編集してクリエイティブモードにするあるいはアドミンツールからクリエイティブモードツールを許可してくださいブループリントリストからクリップボードにコピーを選択することで設置可能です動画撮影に使用したセーブデータも提供しますのでそちらで動作確認したりそこからブループリントを取得したりもしていただけますスクリプトが制御する最小単位はこの部分だけです この入り口にバッテリー1個あたり20個のパワーセルを継続供給でき排出されるスクラップメタルを回収できるインベントリの空きがあれば他の部分はご自由です数が多く黒くペイントしてあるのがメインバッテリーでこれが何度も再構築されて電気を供給します白くペイントしてあるのがリザーブバッテリーでメインバッテリーが空になるまで余った電力を充電しており再構築中には 代わりに電力を供給します。動作の様子を見てみましょうスクリプトはこのプログラマブルブロックに書き込まれていますメインバッテリーの容量があるうちはノーマルオペレーションと表示しますメインバッテリーはオートモードであるため充放電を行いリザーブバッテリーは充電モードであるため使わないエネルギーの充電のみを行います設置直後はリザーブバッテリーも30%しかありませんので メインバッテリーは常時最大出力で放電しリザーブバッテリーが充電され4分半ごとに再構築が行われますリザーブバッテリーが100%になった後は発電量に応じたストーンの消費量になりますメインバッテリーが5%を切るとリザーブバッテリーもオートモードに切り替え放電を開始しローバッテリーと表示しますメインバッテリーが空になると解体が始まります リザーブバッテリーが電力を供給しながらブループリントに従ってメインバッテリーの再構築が行われバッテリーの数や状態が確認された後ノーマルオペレーションに戻ります安定して運用可能な電力はリザーブバッテリーの数次第です1個あたり4メガワットですこの規模では20個あるので80メガワットになります参考までに同じ容量の水素発電やリアクターを並べてみました 水素エンジンと O2H2 ジェネレーターはかなり場所を取ることがお分かりになると思いますまたスモールリアクターの数と見比べるとストーンパワー発電機が想像以上の出力を持っていることが分かると思いますでは次に拡張方法をご説明します発電規模はスクリプト内のバッテリー数を書き換えてお好きにできます現在 プログラマブルブロックにバグがあるのでボタンを押すときに右左両方クリックする必要があるかもしれませんスクリプト内の先頭で名前の指定があるものはそれを含むような名前にする必要があります大文字と小文字は区別しませんスクリプト側と揃えて書き換えるのであればお好きな名前に変えられますスクリプト内と名前を一致させたバッテリーブロックを作成しブループリント化します プロジェクターーーーにバッッッテリリブブロロククのブループププントトをセットします。キーププロジェクションにチェックが入っていることを確認してください提供するブループリントではバッテリーは1箇所で支えられていますステーションならこのままで十分だと思いますが船なら補強したくなるかもしれません他の場所にもローターなどを複数設置して支えるのも良いと思います ウェルダー側であれば補強ブロックを追加しても解体されることはありませんそれについては各へのセンスにお任せいたします発電機以外の部分の設置例をご説明しますもう一つ提供する参考用セーブデータの入り口には例として生産設備がつなげてありますクリエイティブモードではバッテリーが制作時からフル充電ですのでサバイバルモードで動作確認してください フル出力するならこの規模の採掘では足りませんがストーン発電で稼働し続けるステーションのイメージは湧くと思います自動採掘システムや大型採掘船のブループリントは多数公開されているので組み合わせてみてくださいソーターのフィルター機能を使って制御スクリプトなしでも可能な限り生産設備が積まれないようにしてありますがインベントリに余裕を持って運用するかモッドで管理するなら不要です こちらでは2つ目のプログラマブルブロックおよび LCD 用スクリプトマットを使って統計情報を表示しています関連素材の在庫メインとリザーブバッテリーの状態重放電サイクルの時間各種発電設備のモニターなどを追加してみましたこれらは発電システムと完全に独立していますので自由に変更可能です次に生産設備の必要規模を説明します パワーセルの必要な生産速度は発電量に基づくのでリザーブバッテリー数が基準で保管スペースは一度に再構築されるメインバッテリーの数が基準ですゲーム設定でアセンブラ効率やリファイナリ速度などがデフォルトである3倍の時はアセンブラ1台につきメインバッテリー約10個リザーブバッテリー換算で約8個をサポートしますリザーブバッテリーが20個ありますのでスピードモジュールを2つつけて 300%の速度にすすれば足りますアセンブラはパワーセルをリピートモードで生産していますメインバッテリー1個あたり20個のパワーセルを蓄えられる少量のカーゴを用意していますサンプルではメインバッテリーが30個ですので600個以上あれば足りますカーゴとアセンブラがいっぱいになったら生産が止まります次はリファイナリーです十分なインゴットを用意できるのであれば 発電専用のリファイナリーを用意する必要はありません。デフォルト設定のとき、リファイナリー1台で約6個分のメインバッテリー、リザーブバッテリー換算で約5個分をカバーできます。速度モジュール4つをつけると、20個分のリザーブバッテリーをカバーできます。ストーンを節約したい場合は、リファイナリーの増設が必要になりますが、イエルドモジュールも利用できます。試しに、メインバッテリーを150個。 リザーブバッテリーを100個に増やしたものを作ってみました。スモールバッテリーの形状と、ラージブロックの長さが整合する最小勾配数は15メートルで、ちょうどこの規模になります。フル出力するなら、アセンブラが12.5台、リファイナリは20台相当が必要です。スピードモジュールを使って整理すると、ご覧の規模です。出力容量は400メガワットになります。 さすがにここまで来ますとウラニウムを消費しますが 300MW のラージュリアクターにする方がシンプルかもしれません水素発電だと80台になってしまいますそもそも 80MW の時点で大半の用途ではオーバースペックだと思いますので逆に縮小する方の方が多いとは思います最後に注意事項を3つにまとめます1 バッテリーの放電の優先順位は最下位です。ソーラー、風力、水素、リアクターに次いで最後になります。したがって、他の発電で足りている場合は、放電しません。特にリソースが有限である水素エンジンとリアクターは電源を切っておきましょう。宇宙船で、このシステムを運用していて、ストーンが枯渇するなど、何らかの不都合が起きたら、ワイキーを二度押しすると、 バックアップのリアクターや水素エンジンを素早く稼働できます充電の優先順位も最下位ですがこれは特に不都合はないと思いますソーラー風力など余剰電力があるとメインとリザーブバッテリーの両方が充電されます2つ目バッテリーの充電効率は83%です1.2倍のエネルギーが必要であると言い換えることもできますメインバッテリーを放電しながら再構築し続け 余剰電力でリザーブバッテリーを充電する仕組みですが、メインバッテリーが100個あったとすれば、それで充電できるリザーブバッテリーは83個です。私が提供するサンプルはメイン30個、リザーブ20個となっており、容量比67%です。きちんと83%以下になっています。最大まで増やしていない理由は、同じ面積に平らに配置できるからです。再度申し上げますが、 最大電力はリザーブバッテリーに依存します。メインバッテリーの再構軸中に電力不足に陥るからです。リザーブバッテリーだけ増設したくなるかもしれません。しかし、メインバッテリーと等々まで増やし、限界まで電力消費しているとリザーブバッテリーが充電されず、いずれは停電します。リザーブバッテリーを増設するなら、メインバッテリーの83%の容量未満で、そして消費電流は、 リザーブバッテリー数 ×4 メガワットを基準にするようにしてください3つ目コレクタやドリルコネクターのようなブロックに注意が必要ですこれらは空きがあればカーゴのみならずリファイナリのインベントリにストーンを送り込みますリファイナリアセンブラはそれぞれ必要な分だけ要求するので通常は詰まりにくいですがドリルで常にストーンを掘っているとカーゴやリファイナリがストーンで埋まってしまいます するとパワーセル生産時に余剰が発生する砂利鉄シリコンを外に戻すことができなくなって生産が止まってしまいます発電のために常時ドリルでストーンを掘り続けたいということであればユーズコンベアシステムをオフにしたリファイナリからの要求がない限りストーンを送らない専用のドリルから供給しましょうそれ以外には別のスクリプトで 在庫や採掘の管理をする方法もあるでしょう。さて、解説は以上です。職業プログラマではありませんので、私自身の手で、LCD 表示や、インベントリ、プロダクションマネジメント、他の発電機のコントロールも含んだ巨大なスクリプトにするつもりはありません。したがって、当方で、改変や再配布は制限いたしません。各位のプロジェクトにご活用ください。 この動画が役立ちましたら高評価をいただければ励みになります続編があればいいなと思われた場合はこの動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれがわかりますのでよろしくお願いしますまたお会いしましょう